武田あたる本人に間違いありません。自殺だなんてありえない。本はね、ただ文字を読むんじゃない。自分の感覚を調整するためのツールでもある。調整？調子の悪い時に本の内容が頭に入ってこないことがある。そういう時は何が読書の邪魔をしているか考える。調子が悪い時でも